皆さんこんにちは。レク専任講師の木村です。これから令和4年度土地家屋調査士試験午後の部の回答速報を始めていきます。よろしくお願いします。はい、まずは何といっても皆さんお疲れ様でした。今日一日本当にあっという間に終わってしまったと思います。で、私が今皆さんにね、こういう気持ちで見ていてほしいというふうにね、願っているのは、結果はどうあれ、ね、もうとにかくやりきった、ね、自分が持てる力を出し切った、そんなふうな気持ちで、この回答速報を見ていてくれればいいなというふうに思っています。ね、もう結果は番号を見るまでね、分かりません。ただとにかくやりきったよっていうふうに思ってくれた人は大体合格してるんです。ね、なのでそんな気持ちで見ていてほしいなとは思いますけれども、ただもちろんそういう人ばかりじゃないと思います、ね、なので、そういった方も何かの役に、ね、立ててほしいというふうに思いますので、まずは、ね、今回の本試験振り返っていきたいと思います。でまずは、ね、卓越の方振り返っていこうと思うんですけれども、どうでしたでしょうかね。まずは卓越問題解いていて簡単だと思う人、ね、結構多かったんじゃないでしょうか。で卓越、うわこれ結構簡単だ、まず民法を解いて3問とも結構取れるんじゃ ね、じゃあちょっと不動産登記法から難しくなるのかな、でもそうでもないな、結局20問全部見てみて結構取りやすかったんじゃないかなと思います。なのでおそらく基準点上がってくるんじゃないかな。あまりね数字的なところを当日あまり言いたくは、ね、ないんですけれども、ひょっとしたら、基準点が15超えるということもあるかもしれないです。そんなふうに思っておいてください。それぐらい卓越は、近年まれに見る、ね、優しさだったんじゃないかなというふうに思います。で書式の解説というのはまた、ね、別の方で挙げますけれども、土地に行ってで土地からやった人はちょっとびっくりしたんじゃないかなと思います。これもやっぱり9ページというまずページ数にびっくりした、ね、で、なかなか構図がそのまま出てきたりと、実務についていない人は、見たことないっていう人も、いたんじゃないかなということで、かなり土地が厳しかったのかなと思います。でその土地にあまりに時間を使ってしまって、で建物時間がなくなっちゃった、これはやっぱりまずいんですよね。なのでどこかのタイミングでじゃあ建物から行こうと切り替えられた人は建物の方は比較的取りやすかったんじゃないかなと思います。なので書式の方はまたそちらの方でね、解説させていただきます。なのでこの時間は卓越の方を、問題ピンポイントでね少し解説入れていきたいと思います。詳細の方はまた1ヶ月後、ね、イベントやりますのでそちらの方に足を運んでください。はい、ではまずは回答の方ですね。20問分、比較的取りやすい問題が並んでいるかなと思うんですけれども、緑でマークした問6とそれから問18、ここに関しては若干ね、2つには絞られたけどというような人もいたんじゃないかなと思うので、ここは落としてもいいかな、ね、じゃあ他はどうなんだ。正直他は取りたいなという問題です、ね、なので、これだと18問取れってことか、ね、できれば取ってほしいなというのが正直なところですけれども、もちろんねミスもあると思うので、それを考えていくとやはり基準点15乗っかってきちゃうのかな、ね、そんな気もしています。はい、で今回特徴としては民法、ね、すごく、基本的なところから出ているので、まずは民法の方から、見ていきたいと思います。はい、じゃあ皆さん、汗がしっかりと、染み込んでいるこの問題、お手元にご準備ください。はい、この問題の中には本当に今まで皆さんが学習してきた内容というのが、しっかりと詰まっていると思うんです、なのでこの問題絶対に捨てないでくださいね。もうきちんと取っておいてください。で万が一今年ね難しいかなというふうに考えている人はもう来年に向けて、学習を始めなきゃいけない、
で、そのヒントはこの中に詰まっています、ね、要は自分に何が足りなかったのかなっていうのを検討するのにこんなにいい材料はありませんからね。なので絶対に捨てないでくださいね。はい、では見ていきます。はい、では第1問目からいきましょう。はい、まあただね、取りやすいというか、まあ優しい問題というだけではなく、3つぐらいの足を見ただけで、まあ答えが出る、ね、要はまあ全部わからなくても解ける問題っていうのが組み合わせ型の問題はまあほとんどなんですけれども、それでもやはり時間をかけずに答えを出していける問題、こういった問題が多かったんじゃないかなと思います。はい、第1問目は制限行為能力者に関する問題で、必ずやってくださいと言っているのがこの×ね、誤ってるものを選びなさいだったらここに×をつけてしまう、ね、それで一つ一つ足見ていくんですけれども、まずあ、制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときはその行為を取り消すことができない。はい、もうその通りですよね。特に難しい引っ掛け的なものも何もないですよね。例えば黙秘しているだけとか、そんな論点も皆さんはねやってますけれども、そういったことも一切なく詐術を用いたというふうにねもう言い切ってるわけだから、これは取り消すことができない、正しいです。で、次に意に行った時にちょっと難しそうだなと感じたら、もうこれ次、ね、もううの足に行くわけです。そうするとうは非補佐人が第三者のために保証人となる場合、補佐人の同意を得る必要はない。はい、もう保証人になるというのはこれはさすがに補佐人の同意が必要な法律行為です、ね、なのでこれは必要はない、ここ×つきますよね。じゃあそのままもう絵、本人以外の者の請求により補佐開始の審判をするには本人の同意がなければならない。はい、これもやはり過去問レベルですよね。はい、ね、もう皆さん過去問解いていると思います。過去10年の問題でもこの論点はまあ2回ほど出ています。で、もしこれが補助開始の審判をするにはだったら正しい足になります。ね、補助開始の審判っていうのはこれは本人の同意が必要、ただしこれは補佐開始ですよね。ってことは本人の同意いらないよということで×がつく、ね、ここでもう答え出るわけです、ね、誤ってるものを選びなさいなわけだから、もうこれで、ね、もう問1は絶対に取ってほしい。はい、じゃあ次に第2問、はい、意思表示に関する問題。第1問の制限行為能力者にしても第2問の意思表示にしても、これは土地家屋調査士試験の民法でもやはり A ランクの内容ですよね。で、正しいものを選びなさいです。あ、はい、A が B と通謀して A の所有する公土地を B に売却したように仮装し A から B への所有権の移転の登記がされた、はい、いわゆる虚偽表示ですね、仮装譲渡です。で、その後 B から公土地を買い受けた C がAB 間の売却が仮想のものであることについて善意であった場合、 C は B から C への公土地の所有権移転の登記がされていなくても A に対して公土地の所有権の取得を対抗することができる。はい、これ正しいですね。この第三者 C というのはこれ善意というだけで保護される、これもやはり A ランクで皆さん勉強しているんじゃないかなと思います、ね、なので無過失までは要求されていない、 C は善意だということで保護されます。で、今回のポイントって誰目線かっていうところも重要なんですね。 C は A に対して公土地の所有権の取得を対抗することができる。はい、結構この手の問題ってちょっと書いてみましたけれども、はい、あ、 A から B への仮想譲渡、いわゆる虚偽表示です、ね、で、これここの AB 間ではこんな意思表示は無効ですよ、ね、でも B が C にさらに転売して、で C が善意だ
この C は善意というだけで保護されますよ。したがって C は所有権を主張できるということになります。で、結構こういった問題ってこっち目線で考えて、ね、A は C に対して所有権主張できないよ、ね、無効を主張できないよというようなね形で見てきたんだけれども、この問題は C 目線になっています、ね、なので C 目線ということは C は A に対して公土地の所有権の取得を対抗できる、できますよねっていうことで、あの足丸になります。いいですかね。ポイントは誰目線で聞いてるのかなというところ、ね、そしてこの C というのは善意だけで保護されますよということ。そうするとこれは正しいものを選びなさいなので、もうこれが軸になりますよね。ってことはここでもうこの2つに絞られます、ね、じゃあ次絵を見てみましょうということで、絵を見ると A が B の詐欺により公土地を B に売却した後、 B は詐欺の事実について善意であるが、そのことについて過失がある C、 はい、こっち善意だけれども過失があるというふうに出てきました。その後 A が詐欺を理由として AB 間の売買の意思表示を取り消した場合、はい、ということは取り消し前の第三者 C ということになります。 C は A に対して公土地の所有権の取得を対抗することができない。はい、やっぱりどっち目線で聞いてるの？第三者 C 目線です。はい、これもちょっと書きました。はい、絵の足です。 A から B へ、そして B から C へ、ね、この土地が、はい、まあ、売買されました。で、ここに行ったんだけれども、 A は B の詐欺を理由として取り消した。はい、まあ、この順番もね、取り消し前の第三者 C です。ってことは C が保護されるためには詐欺の事実について善意無過失じゃなきゃいけない。ここの C は無過失まで要求されるわけです。ってことはこの絵の足は善意だけれども知らなかったことに過失があるというふうに書いてありましたよね。有過失です。したがって C 目線で聞いているこの絵の足は、C は A に対して公土地の所有権の取得を対抗することができない、正しいです、ね、もうこんな風に第2問に関しては2つの足で答え出せる、ね、まあそういったそんなに引っ掛けのね入ってる問題ではないので、ここでしっかりと取っていきたい内容です。次に問3、はい、民法、ね、できれば今回ね3問欲しいんですけれども、まあ1問目2問目に比べたらここ、ね、問3は若干、ね、難しくなるかなというような問題です。はい、まあ、ただ誤ってるものの組み合わせ、あ、 B が A を脅迫して A に相続に関する遺言をさせ、脅迫で無理やり遺言をさせ、その後 A について相続が開始したときはB は A の相続人となることができない、正しいですね。はい、これは B は結核事由に該当ということになります。はい、従って正しい。 E、 B が事故のために相続の開始があったことを知ったときから法定の期間内に限定承認または相続の放棄をしなかった場合、 B は単純承認をしたものとみなされる。はい、何もしなければ単純承認ということになります。はい、従って丸です。う、 B および C が相続人となる場合には B のみが単独で限定承認をすることができる。はい、限定承認っていうのはこれ全員でしなきゃいけないというルールがあります、ね、なのでできるになっているので誤り。 A、 B が相続の放棄をした場合には B は A の相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなされる。はい、その通りですよね。はい、ということで、まあ、このOに関しては C が相続の放棄をした場合にはそれが B の脅迫によるものであっても C は脅迫を理由として相続の放棄を取り消すことができない。
はい、脅迫による取り消し、まあ、できますということで、まあ、罰、ね、できればここも取りたいなというところだと思ってください。はい、では次問い5いきましょうか。はい、問い4もね、これ保存期間なのでしっかり取っていただきたいところですが、はい、問い5いきます。はい、誤っているもの、これを選びなさいです。はい、登記識別情報に関する内容ですね。はい、まず最初の教授の話、登記識別情報の通知について考えてみましょう。成年後見人がいずれも成年被後見人が所有権の登記名義人である公土地と乙土地について、成年被後見人の法定代理人として合室の登記を申請し、その登記が完了したときは登記識別情報は誰に対して通知されますか。はい、成年後見人というのは成年被後見人の法定代理人という立場になるので、法定代理人からの申請の場合は法定代理人に対して通知、したがって成年後見人に対して通知される、ここ正しいです。はい、じゃあ次、いずれも A および B が所有権の登記名義人である公土地と乙土地について、 A および B が合室の登記を申請し、その登記が完了したときは登記識別情報はどのように通知されますか。はい、登記官は A または B のいずれか一方に登記識別情報を通知すれば足ります。これはとんでもないですよね。はい、これは A、B それぞれに別々の内容の登記識別情報が通知されることになります、ね、あれ、いずれか一人にって何かあったかなって思ってしまった人は、これ登記完了証と間違ってる、ね、そういった形で今回何について聞いてるのかな、登記識別情報です。大事な大事な登記識別情報です。はい、したがってこれは両方に対して通知されますよということになります。はい、したがってここ×がつきます。はい、次に登記識別情報に関する証明について考えてみましょう。土地家屋調査士が本人を代理して登記識別情報に関する証明を請求する場合、代理人の権限を称する情報を提供しなければなりませんか。はい、登記識別情報に関する証明の請求、ポイントは資格者代理人、土地家屋調査士が請求する場合、ね、これは委任状いりませんよ。代理人の権限を称する情報は提供しなくていい、省略することができます。はい、なのでここ×がつくということはもうここで答え出ますね。はい、そんな風に答えを出していける問題です。はい、で問6の注目、ちょっとね取りにくかったと思いますので、さっきちょっと緑でマーク入れました。落としてもしょうがないのかなというふうに思います。はい、じゃあ次に、はい、時間もあまりなくなってきたので11いきましょうか。問い11、所在または家屋番号に関する問題、正しいものを選びなさいです。あ、区分建物である公建物に区分建物でない付属建物があるときは、公建物の表題部の付属建物の表示欄の構造欄に付属建物の所在が記録される。はい、公建物、区分建物です。で、付属非区分建物だ、ね、区分建物でない付属建物と言ってるわけですよね。はい、したがって公建物の表題部の付属建物の構造欄、ね、ここに付属の所在というのが記録されますよね。はい、これも皆さんねきちんとねインプットされていると思いますけれども、付属建物の所在が所在欄に記録されるのってどちらも非区分建物の場合だけですよ、そんな風に覚えてもらってると思います。なので今回のように主が区分建物で付属が非区分建物という場合、付属の所在は付属の構造欄、したがってこれ丸です。はい、そうすると、はい、これが軸になりますよね。はい、あは正しいということはもうここで絞られるわけです。
はい、でまあざっと見ていって、で、ね、ここ、ね、もうウかオで答え出るわけだからを読んでね答えを出してください。はい、いいですかね。はい、じゃあ次に14行きましょうか。はい、これも付属建物に関する問題で正しいものを選びなさいです。あ、区分建物でない乙建物を敷地権付き区分建物である甲建物の付属建物とする建物の合併の登記、これを申請することはできない。はい、建物の合併、これ可能ですよ。はい、従ってできないになっているので誤り。じゃあ次にイを見ます。主である建物とその付属建物がいずれも同一の一棟の建物に属する敷地権のある区分建物である場合には、登記記録の表題部には当該主である建物にかかる敷地権と当該付属建物にかかる敷地権を区別して記録しなければならない。はい、これどちらも区分建物です。主も付属も区分建物です。ということは、まあ、これ両方に敷地権発生する可能性、はい、あります。こんなパターンですね。主である建物と付属建物が同一の一棟に属する区分建物ですよ。はい、さっき付属の所在の話がねちょっと出ましたけれども、このパターンの場合って付属が属する一棟の情報、ね、この所在含むね一棟の情報というのはこれ主と絶対的に同じになるわけだから、付属の構造欄には所在等の一棟の表示はいらないよっていう論点、これあります。たださっきの問題で、今回は何かというと、ね、このような同一の一棟に属する区分建物が主と付属だという場合、はい、どちらも敷地権、ね、これ発生する可能性があるので、その場合というのは別々に、ね、各別にこれは記録されるということになります。はい、例えばこんな場合、ね、全部 A が持ってますよなんていう場合でも、この A の敷地利用権というのは主と付属に原則床面積割合で割り振られることになります。はい、それを各別に区別して記録しなきゃいけない。その通りです。はい、従ってイの足丸になりますね。はい、そうするともうイが鉄板ということになるので、イが入ってるもの、ね、もうここかここということになります。はい、じゃあえちょっと見ておきましょう。こう建物と、はい、まあこれ丸ですね。ちょっとこっち見ましょうか。う、同一の土地上にいずれも区分建物であって、それぞれ別の一棟の建物に属する甲建物と乙建物がある場合において、甲建物を主である建物、乙建物を付属建物とする表題登記を申請するときは、乙建物が属する一棟の建物の所在一番を申請情報の内容とすることを要しない。はい、これはいるパターンですよね。ちょっとぜひこの意と比較してもらって、どちらも区分建物なんです。はい、でも別の一棟に属する区分建物、これを主として、これを付属とする。はい、このような場合、所在等の事項というのはやっぱり必要になります。これは同じ土地上にあってもです。このように同一の土地上にここに引っ張られると、ここをちょっと読み飛ばしてしまう、ね、そんなことのないようにしてください。同じ土地上にあったとしても別の一棟に属する区分建物という場合は、当然この付属が属する一棟の所在構造床面積、これが必要になります、ね、なのでそれは申請情報の内容としなきゃいけない。要はどこに記録されるのって言ったら、さっきも言ったようにこの付属の構造欄です。だから申請書もそれに倣って、申請書のこの付属建物の構造欄にこの一棟の所在構造床面積、ね、これを書いていくんだということになります。はい、いいですかね。はい、でまあ A、 これが正しい足ということになるので、意と絵でね、こんな風に答えを出していきます。
はい。で、あとは16。はい、このあたりはもう2足で、ね、答え出せる問題かなというふうに思います。はい、合併の登記に関する問題、誤ってるもの、×を選びなさいです。はい、あ、甲建物および乙建物の所有権の登記名義人である A が死亡した場合、 A の相続人である B は甲建物および乙建物について相続による所有権移転の登記をした後でなければ本件合併の登記を申請することができない。はい、ね、合併の登記、相続人がすることができます。したがって×ですよね。はい、そうするとあが軸になります。はい、じゃあもうこれどっちかですね。じゃあ先にいを見ましょうかっていうことでい。甲建物および乙建物がそれぞれ異なる登記書の管轄に属する場合であっても本件合併の登記を申請することができる。はい、合併の登記管轄違ってもこれ可能ですよね。はい、したがって答えとしてはもういが入ってちゃダメなのでこれで2番というふうに確定することができます。で、この内容に関しては主と付属として合併の登記をする場合、ね、管轄が違う、ね、登記書が違いますよというふうになったらどっちの登記書に申請しますかっていう問題もこれは過去問でありますよね。本試験であります。ということはどっちに申請すればいいのかっていう問題が出てる以上これは当然できなきゃおかしいわけです。で、これは合併後主である建物になる方の登記書に申請するというのが正しいけれどももうそれが前提として分かっていれば絶対これはできますよねっていう話です。はい、で最後19、これも2足で切れるかなと思うので最後これ見て終わりましょうか。はい、筆解特定に関する問題、正しいものを選びなさいです。あ、筆解特定の申請人は筆解特定の申請後遅滞なく筆解特定の申請をした旨を関係人に自ら通知しなければならない。そんなことはないですよね。もう絶対的に罰がつきます。はい、じゃあ次にい。すでに筆解特定がされている土地の筆解についてさらに筆解特定の申請がされた場合にはすでにされた筆解特定の内容に明白かつ重大な誤りがあったとしても筆解特定登記官は当該申請を却下しなければならない。はい、基本的には一度筆解特定がされている土地については筆解特定の申請これできません。なので却下されます、ね、ただこういった理由がある場合はそれは可能だ。これもやはり過去問レベルです。なのであとい、もうこれ××ときます。はい、そうすると、はい、あ、い、ね、が入ってるものはもう全部、ね、切れるのでもうこれしか残ってないよっていうことになるわけです。はい、なのでこれもやっぱりもうねこの二足で切れるかな、ね、こうやって考えていくと今回、ね、もちろんすべて解説できてませんけれどもやはりかなりの時間短縮ができたんじゃないかなと思います、ね、なので、まあ、その分土地の問題をあんなに難しくしていたのかなっていうところはやはりあるかなと思います。やはり択一解いていてまあ簡単だなというふうに思った人多かったと思うんだけれどもそんな時はやっぱりこれ土地か建物かどっちかもしくは両方がとても難しい可能性があるな。そしたら今回は土地だったよっていうことになります。なので書式に行って、まあ、きちんと気持ちを切り替えられたか。でそんな話も、次の書式の解説でできたらなというふうに思っています。はい、でまあ、今回はちょっと短い時間ですけれども、こんなイベントをやりますので、はい、まあ、毎年やってるんですけれども、11月26日、はい、まあ、1ヶ月ちょっと先ですけれども水道橋本校 で各本校にも同時中継で行いますので、まあ、来られる方はね、ぜひ水道橋本校に足を運んでほしいですしもう同時中継なので各本校に来ていただいて、まあ、聞いていただいてもいいです、ね、詳しい解説をここでしていきたいと思います。で実際に皆さんの声もね聞きたいなというふうに思ってます。
はい、でまあ、本試験会場でまあお会いした方も、ね、何人もいらっしゃるんですけれども、やはりこういったことをしなければいけないので、ゆっくりお話もまあできないものですから、ぜひ、ね、皆さんのお話、ね、試験どうだったのかっていうのも生の声を聞かせていただきたいと思っています。なのでぜひ足を運んでください。はい、ということで、もうとにかく一日本当に今日はお疲れ様でした。まずは頭と心しっかり休めていただいて、でその先に、ね、また進んでいただきたいと思います。はい、ということで、今年の、ね、令和4年の本試験卓一の回答速報、これで終了したいと思います。お疲れ様でした。